皆さんこんばんは。こんばんは。ゆうこんじのさやかと。はい、きゃです。本日はギリマのナイトドッグ。よいしょ。カートフード編。はい、はい、ということで夏始まりましたね。始まりましたね、はい、ユニバでは新作カートフードがね、はい、続々出ておりますの で, です、ね、今日はね、リバイバルフードももちろんあるんですけど、はい、そちらは置いといて、置いといて新作を紹介したいと思います、はい、もう今年はね、もうワンピースも全部まとめちゃおうということで、あ、もう1本で見れるようにね、ちょっと長いと思いますが、はい、ぜひ最後までご覧ください、はい、ではもう早速いっちゃいましょう、はい、せーの、ゆうこんち。うわ、ボラかと思った。アナからええねん、ザイカ。ラクサすごいから。はい、ということでお次はこちらですね。はい、マリオのいちごソーダスムージーだそうです。はい。はい、ではもうちょっと溶け始めてるのでいただきますね。うん、はい。これ混ぜた方がいいのかな。どうやろうね。なんか何も言われずに渡されたけど。ただ見た感じ、このいつものフローズンの下にちょっと甘いエキスが入ってるのかなと思って、ね。なんでこの甘い甘はね、いつもめっちゃ甘いから。甘いからね。ああ、じゃあちょっとだけ混ぜてからいただきますね。いただきます。はい。あ、おー、そんな思ってたより甘くない。そうですか。まあ、夏やからね。夏フードやからね。そっちの方がいいですね。あとアイスクリームも乗ってるからめちゃくちゃ美味しそう。このまま食べてもいいし、溶かすともっとまろやかになっていい感じになります。ヒゲ食いにくそうやな。これは映えのためのね。そうね、こういう風に。そうそう。なんでこうやった？違う違う違う。飲んでる時じゃなくて。ああ、いいねいいねいいね。味で一番近いのはあのいちごミルクの飴かな、うん、そうやな、めっちゃうまいやつ、うんうんうん、でもあそこまで甘くはない、あんなに練乳感はないね、ないね、うん、凍ったいちごも入っております、はい、こんぐらいのがポポポポポって入ってるので、ね、氷代わりになっていいんじゃないでしょうか。いいですね。いちごでさっぱりしたいよって方にはすごくおすすめですね。いいですね。はい、はい、はい、ユニバーサルマーケットギャラドスのスムージーですね。なんとね、ハリドリの前で売られると思ったらまさかのユニバーサルマーケットでございました。見て、かわいい。コップよりギャラドスの方がでかいっていう、ね、ノーリミットパレードはさ、ギャラドスめっちゃでかかったよ、思ったより。存在感やばかった。存在感やばかったから、なんかそれをね、表してるんかもしれんけど、やっぱりギャラドスってビジュええな。ビジュええな。めっちゃかわいいです。で、スタッフさんおっしゃってたんやけど、ちょっと、飲む前に混ぜちゃうと、わって溢れちゃうから、ちょっとだけ飲んでから混ぜてくださいとのことだったので、はい、ちょっと飲みます。匂いめっちゃ良さそう。あ、うまっ。あ、うまっ。出ました。なるほどね。はい。飲んだ後に、じゃあちょっと混ぜさせてもらいますね。はい。上に乗ってるのはね、これなんていうの、カチ割り氷っていうかな。うんうん、うん、氷と、なんかパイナップルの色したアイスが乗ってます。で、もうがっつり生クリームたっぷり乗ってるっていうような感じなんで。あ、ほんまや。はい。なるほどね。見てみほら。こんな感じやね。めっちゃ美味しそう。混ぜてじゃあ飲むかな。
混ぜる前に飲んだ感じね、すごいラムネみたいな味がしました。で、スムージー感はなかったです。はい、いただきます。うまっなるほどね、混ぜる前ラムネやったんやけど、うん、もう混ぜたら全然違うドリンクに変わります。ちょっとね、パイナップルのね、酸味が結構強かったりするんやけど、混ぜる前はね、もうめっちゃラムネやったんやけど、混ぜたらね、急にめっちゃスムージーに変わりました。で、ラムネはね、結構ね、なんていう、まあ普通にさっぱりした、なんていう、瓶に入ったラムネみたいな味がしたんやけど、もう混ぜたらね、もうパイナップルの味になる。そう、だから2段階で美味しいんやなっていうような感じです。で、生クリームもたっぷり入ってるからね、なんかクリーミーな、パイナップルスムージーみたいな感じになるか、もう夏最高ですね。これめちゃくちゃおすすめこんな感じ。あ、かわいい、色かわいい。かわいいよね。結構酸味は強いです。なのでそこだけお気をつけっていうような感じですね。夏に最高。じゃあ次、はい、ゾロチュリー、ゾロチュリー38ポッド。いいっすね、これまずデザインめっちゃ可愛いな。可愛いな。このね、剣出してるデザイン、多分ね、キャラのあのホームページのやつ見てもね、多分珍しいと思う、うん、あ、ほんま、うん、これハンコじゃないんや。そうそう、まあ、去年のやつまたデザイン違うんで。で、見てください、ほら刀もね、うん、和の国でいただいたエンマに変わっております。あ、ほんまや、さすが目の付けどころがシャープですね36ポット。もうそれええかな。はい。ということで、いただきます。抹茶のチュリトスってめっちゃ珍しいから、ちょっと気になるんやけど。ね、てかなんか今までなんでなかったんやろっていうぐらい絶対うまいよな。うん。いただきます。はい。うま。口の中汚い。何何。なんかやってる。あれ？どっち、背中の傷はの方。ですか今の。ちょ、味もらっていいですか。いいんで。抹茶のむせ。あ、ほんま。粉のうわーなった。お気をつけください。はい、はい、とりあえずね、めっちゃうまい。美味しい。うん、で抹茶の味がね、うん、すごいある。抹茶のあのティラミスの上の部分あるやん。うんうんうん、あれってさ、粉かかってるやろ。はいはいはい。抹茶ティラミスの上って、うん、あのね、粉の味がすっごいするから。そうなんや。めちゃくちゃ抹茶好きの人は最高やと思う。じゃあもう味はもうめっちゃ抹茶。そう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 。ちょっと断面にいただいていいですか。断面これ。はい、失礼します、ね、断面。あ、じゃあパンチュリじゃないんやね。そう、皆さん気になるチュリとそのあれですか、はい、パンチュリじゃございません。はい、ございません。すごいもちもちカリカリです。あらあら。はい、でこのソースもね、うん、普通にその変わった味せんくて普通のソース、はいはい、美味しそうやな。めっちゃうまい。これ超おすすめやわ、うん、このさ、黒いのってこれなんココアみたいな感じ。うわ気持ち悪い。優しい映像ですね。オレオの外、うん、あ、じゃあココアみたいな感じか。お、ちょっとなんかサクサク、ちょっと弱くした感じ。ああ、なるほど、うん、のやつ。まあ、とにかく美味しいということで、美味しい、おすすめです。これはやばい、マジで。いいですね。うますぎて、あサメが切れてるよ。はい、ということで、もう毎年楽しみにしてる人多数いらっしゃるんじゃないでしょうか。去年バジル、ね、その前がピリ辛みたいな感じだったんやけど、ハーブのやつやね。そのね、一昨年もパン粉乗ってたんで、なんか見た目的に言うと一昨年にちょっと戻ったかなって感じやねんけど、まあ、とりあえずいただきたいと思います、はい、もうね、こっからトマトの匂いがえぐい。俺今お兄ちゃんと1メートルぐらい離れてるけど、うん、それでも匂いするもん、めちゃくちゃいい匂いします。いただきます。ビール買うてこようか。ワインよ。ワインな。あ、プロバンスやから。バカうめえわ。バカうまい。バカうめえ。あのね、ちょっとトマトが入ってるっていうことで、なんかちょっとね、ポークチャップみたいな感じなんかなっていうね、イメージしたんやけど、食べた瞬間ね、もうこれピザやな。そうなんや。ピザです。めちゃくちゃピザ感あって、でもね、なんかあんまりバジルの味はそんなガンとは来ないんで、癖もなくっていうような感じですね。だからもうピザってさ、まあ、全人類、
まあ、99% 好きやん。好きやね、うん、考えたらもう全員好き、めちゃくちゃ美味しいです、うん、でもう癖もなしでっていうような感じなんで、まあ、ほんまに、トマトピザの味が一番近いんじゃないかなっていうような感じですね。でまあ言うてね、今回なんか率直に思うのはもうほんまにみんな狙ってきてるっていうような感じですね。なんかね、いつもちょっと一癖入れたりとか、ちょっとチンフードってやつやな、そうそう、ちょっと攻めてるみたいな、感じが結構多かったんやけど、今年はねみんなが食べれるフード、まあ、悪く言えばそんなに攻めてないなっていうような感じにはなりますね、うん、だからここはもうねそういう感じの方がもうやっぱり売り上げ的にはいいんかね、そうやね、まあ物価も上がってるしね、あの高い料金払ってちょっと癖あったみたいなとちょっと残念になっちゃうからね、そういうのも含まれてるんじゃなかろうかなと思います。とにかくめちゃくちゃ美味しい、おすすめです。ゆうこんち、はい、ということで、はい、ロビンチョワン、ロビンチョ見てかわいい、手足長め、ね、このお花がペンタスっていうやつ。ペンタスって食べれるの？うん、ペンタスって食べれるお花らしいよ。食べていい？うん、いや、ブルーベリーがいっぱい乗っててね、うん、結構濃そうやね。そうやね、こんな感じ。これ何やろ、ヨーグルト。ヨーグルト結構酸っぱめ、いいですね。はい、じゃあ一緒にいただきます、はい、ペンタスも一緒に、はい。味はね、うん、ちょっと薄めかな、はい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 、ヨーグルトの味の方が強めですね。あの味はついてるというか、味はついてるはちょっと言い方悪いなヨーグルトの味が結構グワンってくる、はい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 、酸味がグワンってくるし、うん、ペンタスの味もする。あ、ほんま、お花感あるってこと？お花感あるわ。あ、いいですね。あ、でも本当にちょっとの風味やから、うんうんうん、全然いける、あの、うん、癖なし、癖なし。ちょっと奥掘っていくね、はいはいはい。ヨーグルトの酸味とかっていうのはあんまり気になれへん。ベリーの酸味をほぼ感じられないです、ね、じゃあもう味のメインはヨーグルトなんや。そうやけど、でも風味はやっぱブルーベリーもするのよ。ああ、なるほどね。まだこう難しいとかやねんけどな、結構爽やかな感じだよね。セブンイレブンのブルーベリーヨーグルトあるやん、はいはいはい、あのちょっと薄版みたいな感じ、スムージーみたいなやつね、うん、あのこの四角のねに果実がめちゃくちゃたっぷり入ってるよ、うん、じゃあもうブルーベリーヨーグルトみたいな味だな。あ、そうやね、はい、結局なる、結局そんな結局ね結局ね、はい、じゃあ今年は味はたくさん、はい、あの感じられて、美味しい美味しい、うん、だってこんな果実入ってて味線とか、まあ、確かにな、嘘やんな。じゃあいいフラッペということですねさっぱりです。はい、では次お母さんの番です。はい、チョッパーの水ソーダ笑いやん、ちょっとどうね、かわいいね、かわいいね、で色めっちゃ綺麗。ワンピースあんまり知らんねんけど、チョッパーは知ってる。いただきます。混ぜていい？混ぜるかなあのね、なにこれ、桃の天然水の味の濃い版。濃い版？あ、濃いんや。桃の天然水大豆水、うんうん、それの味の濃い版、しっかりピーチの味してて美味しい。え、これ炭酸入ってるん？炭酸そんなきつくは感じない。声ちっちゃすぎて、もう頭の真上フライングダイナソーいったんかってぐらいかき消されとったけど、ね、あ、果肉反対から出た。始まったのか、なんか入ってる、ほらボバかな、桃、桃、あ、桃やん、肉とボバが入ってる。あ、ボバも入ってるやん、へ、それもピーチなんかな。そうだみたいな、どうしたん？タコめっちゃ顔見てくるから何かな。ヒゲ生えてんかと。ヒゲ生えてくる。もうな、なったらな、おじいちゃんがしてくるから。黒ヒゲイメージして。めっちゃ。おじいちゃん、おばあちゃん守る。おー、いいですね。いや、ちょっとこれ混ぜてるとこ撮ってほしいんやけどさ、やっぱチョッパーって言ったら桜やん。あー、なるほどね。ほら、桜が舞ってるみたいな。あ、綺麗。チョッパーといえば桜なの、ね、桜、桜、ね、
見てないなキャラしか知らん。じゃあ王道ってなんで桜なんかな。ああ。だってあれかルフィが樽から出てきたとこまでしか見てないんちゃう。知らん誰も知らんかった。1ページ目も見てない。今の季節にぴったりなんじゃないでしょうか。ありがとうございます。ゆうこんち。はい、ということで最後ミニオンのね新バケツでございます。4パチもうね、まあ4パチっていうか、まあ、最近ねあのバケツの価格自体結構上がりつつはあるんですが、値段相応のクオリティっていうかね、個人的な感想ですが、ねミニオンのバケツ史上一番高いクオリティなんじゃないかなと思うぐらいクオリティ高いです。帽子がこれまず着脱可能、先ね見てもらったと思うんですけど、で服も脱がしたらちゃんとオーバーオール着てるとね言ったような感じで、で、トーチャーツール持ってるね、ジョー君スパナをね持ってて、しかもここもしっかりとエイジング加工されてる。うまいね。目も動く、くるみも回る。このねしっかりとこのバンドも超可愛くて、プラスこういうユニバーサルスタジオ、ね、ううめちゃ可愛い。チェッカーぐらいいいね。うん、可愛いですね。でこの後ろもしっかりとデザインされてて可愛い、ね、こう哺乳瓶とジュニア、グルークルー、え、めっちゃ可愛い、はい、いいね、これ、うん、すごいね。まあ、頭ね、ちっちゃい人はもう別にこれ被ってたら熱中症対策になるかもしれんしね。あ、じゃあ、せやかとお母さんいけるな、それいけるんじゃないかなと思いますめちゃくちゃおすすめで、ちなみにね、現在ポップコーンの値段っていうのレギュラーカップ、1つだと650円するんですが、これを持ってて、まあ、リフィルでお願いしますって言ったら2つ、2カップ900円になるとのことで、うん、なんで普通やったら1300円が、まあ、400円引きの900円で、中身買えるよみたいな感じでございます。でちなみにこれ買った時点で、1袋分のやつは別でもらいました。キャラメル？キャラメルです。この方キャラメルだけで、他にね売ってる場所で言ったら今のところサンフランシスコエリアのドラゴンズパール前のね、ポップコーンカートで売られておりますので、超おすすめなので皆さん一回生で見て、見に行ってみてください。めっちゃ可愛い。可愛い、ね、ということで今回はね新カートフード全紹介という、形でさせていただきましたが、もしかしたら漏れありそうな気しますがまあその際はご容赦ください。ご了承。またね、別の動画で皆様にシェアさせていただこうかなと思います。はい。でね、出戻りフード、ちょっと混雑でみんなにシェアしようかみたいなのね再々喋ってたんですが、なんかあまりにも数多いからもうこれ一本にしちゃおうみたいな話が今出ております。まあそこはメイミアクオリティということで、コロコロ話変わるんで、そこのとこご了承いただければと思います。ご了承。はい。で本日の動画が参考になったと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。せーの、バイバーイ。バイバーイ。オタク？コンセプトなんやろうね。一回一回コンセプト聞かなあかんのめんどくさいやん。変えてくるもんね。ちなみになんないの？なんもない。あ、なんもなかった。一番悪い。握手。